カードラボチャンネル。カードラボサテライトショップチャンネル。イエーイ。はい、本日もサテライトショップカードラボサテライト東京秋葉原店よりお送りしていきたいと思います。お相手を務めますのは、まあそろそろみんな、どうなんだろうね。はい、マコと高谷です。はい、お願いします。お願いします。さて今回もですね、前回に引き続き5月30日発売のデュエリストパック明暗のデュエリスト編のカードレビューを行っていきたいと思います。イエーイ。はい、明暗のデュエリスト編といえば闇属性をテーマにした3つのテーマということで全3回をお送りしてきたんですけれども、まあね、今回もやっぱり僕だけじゃ不安なんでね、各テーマに詳しい人をそれぞれ呼んで紹介していってもらおうかなって思ってるわけなんですけれども、はい、今回ねレビュー最後ということで、今回高谷さんどんなデッキ紹介してくれるんですか？はい、僕が今回紹介するのは、サイコショッカーです。お、サイコショッカーって言ったらあれですね、初代遊戯王でエスパーロバが使ったテーマですね。そうですね。いやもう昔からあるカードなんでね、トラップが使えないっつって苦しめられた人多いんじゃないですかね。そうですね、自分も結構苦しめられた記憶があります。はいはい、そんなサイコショッカーが今回どんな強化をもらったのかすごい楽しみですね。それでは早速紹介していきましょう。はい、というわけでね、早速サイコショッカーについて触れていきたいなっていうふうに思うんですけども、まあ、サイコショッカーの動きをちょっと分かんないなっていう人もいると思うんで、簡単に今までのサイコショッカーの動き説明してもらってもいいですか？はい、今までのサイコショッカーの動きですけども、先ほど説明した通りトラップカードを無効にしていくっていうデッキになってます。はい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 。で、これで重要だったのが、人造人間サイコジャッカーで、これが、デッキから人造人間モンスター手札に加えることができたので、これで、サイコショッカーであったりサイコショッカーのさらに上の存在であるサイコロードを手札に加えて、その2体たちを、フィールドに出して相手のトラップカードを封じていくっていうデッキになってます。ああ、なるほどなるほど。下級からつなげて上級のサイコショッカーたちを出していくって感じですね。はいはいはい。で、これで今回新規カードが入るっていうことなんですけど、一体どんな新規カードが追加されたんですかね？はい、まず1枚目なんですけども、魔境同士サイコバウンダー。あ、なんか昔あれですね、似たようなやついましたよね。そうですね、昔リフレクトバウンダーっていうモンスター、まあ、エスパーロバが使ってたんですけど、はいはい、そうですね、はいはい、サイコに変わっちゃったんですね。なるほど、はい。まあ、リフレクトバウンダーの、まあ、効果が今サイコバウンダーの丸2の効果で受け継がれてるんですけども、ちゃんと引き継いでるんですね。あ、なるほどなるほど。これ重要なのが丸1の効果で、はい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 、このカードが召喚特殊召喚に成功した場合に、人造人間サイコショッカーか、そのカード名が記された魔法トラップカードを1枚手札から手札に加えることができます。ああ、なるほど。サイコショッカーはこれで加えられちゃうし、さらに、あ、じゃあ今回、あれですね、サイコショッカーの名前が入った魔法トラップ入るってことですね。そうですね。ああ、なるほど、なるほど。これ結構楽しみですね。はい。まあ、じゃあどんな感じですかね。で、このサイコバウンダーで手札に加えたいカード、まあ、2枚ありまして。ああ、2種類あるんですね。はいはいはい、まあ、1枚目が、通常魔法の宇宙の法則。宇宙の、おお、なんか、もうあれですね。めっちゃ漂ってますね、ロバさんが。そうですね。まあ、ロバも言ってた通り、まあ、僕がデュエルに勝利することは宇宙の法則となるので。ああ、まさに名前を表したようなカードになってるわけですね。そうですね。はい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 。で、まあ、このカードなんですけども、まず相手に自身の手札デッキからトラップカードを魔法トラップゾーンにセットするかどうかっていうのを選ばせます。おー、なるほど。選ばせれるんですね。はいはいはい。はい、で、これで相手がもしセットした場合は、デッキから人造人間サイコショッカーを特殊召喚できます。おお、なんかセットしてくれたらこっちはサイコショッカー出しちゃうんですね。そうですね。しかもデッキから。デッキから出てきちゃうんで。まあセットしたとしても、まあ。そうですね。トラップカードをセットさせてるってことは使えないってことですもんね。そうですね。なるほど、なるほど。で、まあこれ反対にセットしなかった場合なんですけども、この場合は、サイコショッカーか、そのカード名が記されたモンスターを1体デッキから手札に加えることができます。あ、なるほど。さっきのサイコバウンダーに似た感じですけど、こっちはサイコショッカーの名前が入ったモンスターを加えるんですね。そうですね。あ、なるほど、なるほど。なんで実質的にサイコバウンダーから宇宙の法則につなげることで、人造人間サイコショッカーっていうカード名が入ってるカードだったら何でも手札に加えられることができる。ああ、そっかそっか、そういう風になるんですね。ね、ああ、じゃあこれであれですね、サイコロードだったりとかも加えられちゃうんですね。はい。はい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 、はい。で、まあセットした場合でもしなかった場合でも、こちら側に有利に働きやすい。どっちもお得な感じのカードになって、まあ、まさしく宇宙の法則になっている。いや、間違いないですね、これ。ああ、これは結構重要なカードなんじゃないですか。はい、はい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 。これ2枚目なんですけども、これ速攻魔法でサイバーエナジーショック。あ、これはあれじゃないですか、サイコショッカーの技じゃないですか。そうですね、まさに攻撃してますよね。はい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 、はい。で、このカード効果ですね、自分フィールドに、人造人間サイコショッカーが存在する場合に、フィールドのカード1枚
対象にとってそのカード破壊します。お、破壊できる。まあ、カードだったら何でもいけるので、お、まあ、厄介なモンスターだったりとか。そっか、そっか。別にトラップって書いてないですもんね。そうですね。ああ、なるほど。これは結構使いやすいですね。はいはい、ただやっぱりサイコショッカーデッキなので、トラップカードを破壊した場合に追加効果があって。なるほど。これ、まあ、2つの効果あるんですけど、はいはい、そのうち1つで選択して適用できます。うん。で、一つ目が、フィールドの表側表示のカードを選んで、その効果をターン終了時まで無効にします。あー、なるほど。これ、あれですね。エフェクトベラみたいにモンスターだけじゃなくて、表側表示のやつ何でも無効にできちゃうって感じですね。そうですね。あー、なるほど、なるほど。今までやっぱりトラップしか封じられなかったんですけど、そうですね、そうですね。このカード使うことで、モンスターでも魔法でも封じることができる。あらあら、結構幅が広いんじゃないですか、これ。そうですね。で、これ二つ目の効果ですね。自分フィールドの全ての人造人間最高。最高ショッカーの攻撃力が800アップします。お、800も上がっちゃうんですね。そうです。あ、ってことは最高ショッカーの攻撃力って2400ですよね。そうですね、今まで2400だったんですけど、800上がることで3200になる。おお、3200ってことはあのブルーアイズを超えちゃうわけですね。そうですね、ブルーアイズを超えちゃうんです。おお、これはすごい。バトルでも結構強くなっちゃいましたね、これ。そうですね。で、この攻撃力アップする効果は永続なので、ターン終了しても、まあ、ずっと上がり続けてる。おー、じゃあこれはあれですね、相手にターンを返したとしても結構突破が難しくなる感じですね。そうですね。あー、そっかそっか。結構ね、これで効果は、無効にされてますし、しかも最初に破壊しちゃってるから結構こっちの方で有利な感じで相手にターン返しちゃいそうですね、これ。はい。あー、結構これは便利そうですね。はい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 。では先ほど説明した宇宙の法則、うん、まあ、サイコショッカーが記されたモンスターを手札に加えられるってことかなんですけども、おこれで加えたいモンスターが、お、驚異の人造人間サイコショッカー。あ、来ましたね、これ新しいサイコショッカー。めっちゃだってビーム打ってますもんね、これ。そうですね。明らかに何かを破壊してるような世界をなんか破壊しちゃいそうな感じしてますね、これ。はい、はい、めちゃくちゃ強そうだな。これですね、丸1の効果、はい、ね、自分または相手のフィールド墓地にトラップカードが存在する場合に、このカード手札から特殊召喚できます。お、え、お、え、そんな簡単にしちゃうんですね。だって、あれですもんね、どっちかにトラップカードがあればいいんですもんね、これ。そうですね。なんで、自分が、例えば、愚かな人を発動して、はいはいはい、まあ、トラップカードを墓地に送ることで、墓地でトラップカードが存在するようになるので、このサイズ、脅威の人造人間サイコショッカーを特殊召喚することです。めっちゃ簡単に出てきちゃうじゃないですか。で、墓地に、墓地で効果発動できるトラップカードっていうのも、例えば、ブレイクスルースキル。ああ、そうだったり、はいはいはい、いろいろあるので、かなり強いカードなんじゃないかな。おー、いい組み合わせですね、これ。はい。で、丸2の効果ですね。自分相手のメインフェーズにこのカードをリリースして、自分の手札墓地から、人造人間サイコショッカー1体特殊があります。お、なんだ。あ、これをリリースしちゃうとサイコショッカーが出てきますね。そうですね。おー、なるほど、なるほど。じゃあこれでまたトラップを封じれるようになるんですね。トラップ、まあ、封じられるんですけど、さらにこれ追加効果があります。はい。その後、相手フィールドのトラップカードを全て破壊しちゃいます。あ、もう破壊しちゃうんですね。そうですね。全部破壊しちゃいます。なんかもう封じるだけじゃちょっと足りないからって破壊しちゃうんですね。はい。でさらにこれセットされてるカードは全部めくって確認するっていうことで、あ、見えちゃうんですね。そうですね。あ、じゃあ例えばトラップじゃなかったとしても相手のセットしてるカードが分かっちゃうってことです。はい。おお、これ結構本当に脅威なんじゃないですか、これ。脅威ですね。いや、だいぶ相手からしたらたまったもんじゃないか。まさしくサイコショッカーで言ったら要になる。いや、もうこれ絶対メインで入れたくなっちゃいますね。おお、へえ、はい。で、他にもですね、サイコギガサイバーだったりとか、永続魔法で宇宙との交信っていうのが今回デュエリストパックで収録されるんですけども、はい、今月発売の V ジャンプにですね、応募者全員パックの中に人造人間サイコレアというエクシーズモンスターも収録されます。あ、エクシーズになっちゃうんですね。はい。いや、だってめっちゃマガマガしい感じになってますよ。マガマガしいですね。いや、だいぶはい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 。で、まあ、このカード効果はですね、エクシーズ素材ソフトに除くことで相手フィールドの表側表示のモンスターのコントロールを得ます。あ、コントロールダッシュしたんですね、これ。はい。で、まあ、このコントロール得たモンスターは攻撃できず効果も発動できないんですけども、これ、先ほどちょっと紹介した宇宙との交信がですね、元々の持ち主が相手となる自分フィールドのモンスター1体を墓地を送ることで、手札墓地から機械族モンスター1体を副召喚できる。あー、なるほど。サイコレイヤーでコントロール得たモンスターは元々相手の持ち主ってことなんで、これの効果が使えちゃうわけですね。そうですね。あー、なるほど、なるほど。非常に相性がいい。いや、だいぶ一心使いたいですね、これ。はいはいはい、はい。で、これで特殊召喚できるモンスター、機械族モンスターなので、サイコショッカーじゃなくても、例えばですけど、まあ、サイコショッカー全部闇属性、機械族って統一されてるので、それと相性がいい。デスペラードリボルバードラゴン。はい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 。まあ、機械族それ以外にも強いモンスターたくさんいるので、そうですね。はい、かなり使い勝手のいいカードだ。ああ、これは結構サイコショッカーデッキいい感じに強化された感じしますね。そうですね。これ結構使ってみた人多いんじゃないですかね。はい、はい、はいはい。
はい、というわけでね、ここまで太鼓ショッカーの紹介をしてきたわけなんですけども、とっても楽しみですね。そうですね、今まで以上にトラップカード封じる効果がかなり強くなっていると思うので、ぜひ皆さん組んでほしいです。で、今回紹介した太鼓ショッカーですけど、ツイッターだったりブログでも紹介してますので、概要欄にぜひご覧ください。はいはいはい、その太鼓ショッカーが収録される明暗のデュエリスト編は5月30日発売ですので、ぜひチェックしてくださいね。今後もデッキやカードの紹介をしていきますので、気になった方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは今回はここまで、また次回の動画でお会いしましょう。ターンエンド。